こんばんは。生理前だからか、引き出しの閉め忘れをして、そこに足をぶつけて膝が怪我したりとかしてます。そして前は朝ごはんとかを買いに行くなり作るなりをすぐにパッチ動けたのが、もういくついででいいやって感じに動いてしまうぐらい、なんか、後手後手に回ってしまっている私がいます。なんかとりあえず昼ご飯という飯をちゃんと食べとけばいいかなって思ってるからなんだけども、でも結局昼ご飯、なんかお腹空いた状態で昼ご飯がつくと結構なんか大変かなって思うから、やっぱり本当は朝ごはんも用意しときたいよねっていう感じ。作るのがしんどいのか洗い物がしんどいのか、ちょっとスイッチが入らんのかわからんけど、ダラ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 してしまってるなって感じがすごいあります。眠かったりとか、なんか風に当たると咳が出るから今クーラー止めてみたんだけども、でもそしたらちょっと暑くて今クーラーつけようかなって考えてます。満月かなって思ったら満月は明日みたいです。そしてあ、地震のことをちょっと話そうと思ったんだけれども、南海トラフが起きるんじゃないかっていうのが、津波もちゃんと来るんじゃないかっていうのがあるけれども、その時は多分台風も重なる気が私はしているんですが、これが早かったら今年なのかもしれないけど、でもでもわからない、でも注意喚起はしとった方がいいのかなとか思って、ちょっと動画にしてみました。じゃあね。